2022年も大活躍の純烈。いよいよ今日で小田井涼平さんともお別れですね。純烈の画像は山ほどありますが、一部を振り返ってみたいと思います。小田井さんは今後、旅のレポーターなどお仕事が決まっているようです。小田井さん、お疲れ様でした。来年からのご活躍を楽しみにしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは話題の情報をお届けしています。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。